一段と安全を確認するという意味合いだと思いますので、急がないでゆっくり安全を確保してもらいたいなと思います。再稼働、いい悪いはもう別として、もう動き始めるわけですもんね。だから、それに対してはとにかく万全に安全をね、やっぱり重視してやっていただければと思いますけどね。能登地震もありましたんでね、当然かなと思います。はい。ボロ屋を見て、ね、再始動は絶対しなきゃいけないとは思うんですけど、ちょっと今だとね、なかなかやっぱり稼働しにくいのかなとは思いますね。やめてほしい。そういう点でやっぱやめてやっほしい。ぱ悲惨なことがあったでしょ。別な形でね、電力を起こされたらいいけどね。再稼働でもやってもいいと思うけども、将来的には長くする方向で進んだ方がいいと思いますけどね。稼働をして、安定的に供給できるようになり、電気料金を少しでも下げていただきたいという思いはございます。それよりも、安全を最優先にするということの方が優先順位は高いと思います。